一郎です。今日はですね、道の駅思い川という道の駅に来てます。栃木県小山市のね、道の駅です。ちょっと思い川見てみましょう。はい、小山氷定館、小山食堂さくらっていうのと、小山物語館っていうのが、でここにね説明書いてあります。道の駅思い川について、道領、道の駅の紹介と小山市の紹介が書いてあります。でこんな感じで、はい、物語館、レストラン、協定館、渡良瀬遊水地案内とかいうのもあるし、うん、こういう感じでね。であとこのオレンジリボンは平成16年小山市で幼い2人の教授、あ、こういうのがあるんですね。はい、こういったラッピング自販機もあったり、入り口にはこういう数の自販機が結構並んでます。で駐車場は結構広めにありますね。うん、このぐらい結構広いです。早速思い川見ていきたいんですけど、ここの横にもいきなりこういう自販機がもうあるよね。相沢商店の黒毛和牛ガチャ、サーロイン、すごい、牛もも、シャトーブリアン、すげえあるじゃん。なんだこれ、あ、全部売り切れじゃない。一番高いね、サーロインの4000円か。ガチャ言っても当たりとかじゃないのかな。はい、こっち刃物研ぎ小山氷定館やってんのかな。正面の方だね、小山食堂さくら。あとでね、ちょっと食堂には寄ってみたいんですけど、こんな感じで、はい、入り口の方です。あ、栃木焼きそばってキッチンカーも出てますね。なかなかやっぱお正月だから関係なくこういうのあるんだろうね。 B 級グルメの焼きそば、コミュニティバスも出てるみたいだ。うん、道の駅のコミュニティバス、はい、はい、これが道の駅思い川小山物語館物産展ですね。はい、でこっちがたこ焼きもあるのかな。たい焼き、たこ焼き、あー、うどんとかもある。うん、鍋焼きうどん、味自慢、冷やしたぬきうどん。はい、でこっち行くとトイレもありますね。さっきの配置案内図があって、でまたこっち側に自販機がありますね。これ懐かしいな、このタイプの自販機だ。カプチーノとかも250円、袋の味、味噌汁があっても150円。はい、あとは、こういったこの辺は普通のジュースとか飲み物の自販機があります。
スタンプを押しましょう。じゃあ押してみたいと思います。はい、ちょっとかすれちゃったけど押せました。ドンの生姜焼き定食、あ、これが
オヤマンの豚をトーンを使用してますって書いてある。うん、レカツとか、あー餃子もありますよ、うんうん、あとは思い川醤油ラーメン、小指とトマトの冷やしサラダラーメン、おとん、小山のおとんカレーっていうのは、あとはそばだったり黒毛和牛使ってるすき焼き、国産ヒレステーキとかすげえあるじゃん。あとこうお子様メニューもあります。おとん定食、生姜焼きですね。で、おとんカレーです。じゃあ食べてみようと思います。最後にね、あのハトムギアイス、あれこれなんですか、これ美味しいサイダーで、これがハトムギアイスみたいなんですけど、ちょっと食べてみてください。どうぞ。はい、どうですか。なんかね、ハトムギの味します？ミルク。ハトムギ自体がよくわかんない。あ、でもなんか、うん、ちょっと最初に入ってくるのがハトムギのミルク感が弱いか。ハトムギ知ってんの？うん。うん。なんか優しい味です。うん。なんだこの味、なんか似てる。似てるね。うん。で、あともう一個ハトムギミルクっていうのを買ってみました。うん、ハトムギミルクを、あ、甘い。はい、道の駅思い川終了しました。というわけで最後はね、食堂でご飯を食べました。食堂もあって、物産館もあっていろいろ分かれてるんで、駐車場も広い、まあ、駅からもね、バスも出てるってことで非常にいい道の駅だなと思いました。キッチンカーも出てたり、人のにぎわいもかなりありますね。でアイスもね、ハトムギのアイスもあったりして結構有名だなと思いました。またね、いろいろ別のお土産だったり食堂でまた別のものを食べたりしたいなと思える道の駅でした。本日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。